よし、それじゃあ4日目の後編、続きをやっていきましょう。今なんとなくね、ここで釣りをしてみたら新しい魚が出てきた。動画に入ってなかったけど、これね、まさかここで、カワバタモロコ、名前は川だが沼にもいるよ。あ、そういうことか。日本だけの希少種だ。なるほどね。いやー、もう今この日記見ると本当に準優勝っていうのは悔しくて悔しくて。つうわけで、前回手に入れた最強と呼ばれているカードを使ってですね、もう一回挑戦してみたいと思うんだけれども、どうですか、いけるかな。あのブーちゃんのカンタムロボはちょっと最強と言ってもいいぐらい HP999 っておかしいでしょ。まあ、HP だけならね、まだいいけど。なんだっけ、ルーレット。あれ完全にいじめだよ。あのルーレット。勝ちっていう枠がね、確か2枠しかなかった気がする。なんだよ、あれは。まあ、慣れればね、いけると思うんだけど。ただ、負けるともう一回最初からやんなきゃいけないっていうのは、かなりしんどいよな。あと魚残り1種類だな。よーっしゃ。もうすぐ魚の図鑑に関しては達成するんだね。さあ、また来たよ。お前ら。また来たよ。行くぜ。なんだこの普通に始めたらいいじゃん。では、恐竜バトル大会開始。はいはい。もう前回はずっとティラノン使ってたけど、HP 的にも、この技のね、威力的にも、やっぱり、WQ の方がちょっと上なんですよね。まあもちろんティラノンの方が、SP っていうそのゲージが溜まりやすいんだけど、今回はちょっとね、WQ を使ってやってみようと思います。これだよね、これ。最強のカード。出発おしっこ。いや、いけるかな。まあ、ララコ姉ちゃんはもうさすがに、負けることはないとは思うんだけど、と思いつつ、バトルスタート。どれにしますかね。そうだな。これ一番強いのはこのチョッキだよね。トゲトゲ地獄。まあまあまあ、試しで。よし、先制攻撃。まあ、この辺は特に問題ないと思うんだよね。強っ !217! 強っどうしようかな。引き続きチョキでいこうかな。あ、すげえ。いい勝負になってきたな。めっちゃ殴られる。150! これは強いな。強くね、強い強い。よし、これでもう一回、SP を使ったら勝ちますね。やるね。やるね。よし、しかも向こうたまったね。あ、250か。いけるかな。ワンチャンね、この書いてあるダメージ数よりはもっと強い、もっといける場合もあるんだけど、勝ったな。勝ちました。282。強っ。いや、WQ 強いな。めっちゃ踊ってる。よし、まあ、ララコにはね、負けるわけないと思うんで、今は。昔は1回か2回ぐらい負けてたけど、キネちゃんの、あ、WQ か、キネちゃんも。キネちゃん若干強いんだよな。バトルスタート。どうしようかな。どうしようかな。ヘッドバット。うわ、くそ、チョキでよかったな。チョキでよかった。
先制攻撃された。もうこれ完全に士気下がるわ。79か。アイコね。これマジで勘弁して。まあとりあえず勝ったけど211。次だよな。まあどれをやってもゲージ溜まるんで、だとしたら一番強さ上のやつにしようかな。よし、普通に勝った。で次はお互い SP だと思うんだよね。211ね。SP 使っても結局、でもね、たまに向こうが使ってこないパターンもあるんだよ。一回様子見ようかな。一回様子見よう。あ、やっぱり。あ、でも使ってこなかったね。でも俺負けた。くそ。そしたら SP 使った方がよかったな。129。いや、もうさすがに使おう。お、出た。いやー、くそ。やっちまった。つうわけで、負けちゃったね。頑張って、まだチャンスはあるよ。うるせえよ。もう一度チャレンジしてみたかったら、うん。まあね、本当はこれ何度も何度もチャレンジできるので、別に優勝するまでチャレンジしたらいいと思うんだけど、ただ、ちょっと時間的に厳しいので、うん、準優勝ということで、まあ、いいんじゃないかな、一旦は。ちょっと体力がやばいんで、チョコビ64個。うん。まあ、恐竜バトル大会自体は、もう本当にこの4日目にしかやらないらしくて、もう今日終わったらもう本当に、もう二度とできないっていう感じなんだけど、また来週とかあんのかなって思いながら、まあ、とりあえずこの3週目では、敗れたということなんだけど、まあ、大丈夫。で、あと残りの果てしなく強いの3人。あれこそ倒してやるぜ。まあ別に今日じゃなくていいけど。今日も恐竜バトル十分やったわ。だいぶ楽しめました。やっぱり強いな、みんな。今まで、俺が強すぎたので、ずっと勝ってたからね。なんかつまらねえんだよな。と、自分に言い聞かせる。じゃあこっからは、もう、図鑑埋め、頑張ろうぜ。魚と一匹と虫、ごめん、もう一回見る。魚と一種類。虫がと、5種類。よーし、どこにいるのかな？そういえばさ、3日目の夜に、なんだっけ、ハタさんに話しかけたら、なんかもらえるとか言ってなかったっけ？カズマくんが言ってたっけ？なあ、そういう話あったよな。確か、コーブ青空前に立ってるって。ハタさんがね。虫は、もしかして自転車くれる？これ。青山さんちの、公募青空に置かれている青い自転車。まあ、これは一周目の時からあるやつなんだけど。あ、いた！ハタさん。なんかくれるよね。おはよう。しんちゃん。なに？なに？おばちゃん？オラのこと、そんなに好き？うん、好きよ。これ、しんちゃんにプレゼントしようと思ってずっと折ってたの。お！何？織物？もらってくれるかな？鶴の恩返しみたいにしばらく家にこもって折っていったのよ。おー。あ、だからなんか2週目の時はずっとなんか折ってたよね。え？なのに？まあ、なんだろうこれ。ねえ、2週目の時ずっと家の中にいて、なんか作業してるなと思ったら、この3週目の時にもらえるんだ。でも日付的には一緒だよね。別に進んでないから。この一週間。なんか不思議だな、世界線。ほら、鶴は助けてないぞ。でも、おばあちゃん、ありがとう。これ、おパンツ？違うわよ。
タペストリーと言って大きな布よ。もらってくれてありがとう。あ、これだけ？また来ることがあったら今度はおパンツを作ってあげようかしら。優しいな。クロアゲハ。今もらったやつ見てみよう。持ち物。おやつじゃないんだけどね。持ち物の中に、こっかな、ハイヒール。ハイヒールいらねえんだけど。あれ？どこにあんの？持ち物の中にないね。へえ。なんか不思議だな。ああ、ジローさん、こんにちは。こんにちは、こんにちは。なんか最近恐竜がいなかった頃が懐かしいぜ。あの平和な日々は帰ってくるのだろうか。いや、これはこれで平和なのかもしれない。ティラノ出てきたよ。平和かな。俺たち人間にはそう思えないけどさ。お腹すいた。もう長すぎだ。チョコビいっぱい食べたよ。お前はマイペースだな。まあ特に他に用はないな。またここに来たけどさ、ずっとこの辺境をうろちょろしてたな。もうちょっと遠いところに行こうぜ。あ、銀河さん、おはよう、こんにちは。やっほー。カレー屋の銀河忍は、またまだ悩んでんの。長年研究してきた新しい味のカレーが辛すぎて。ここはいつも同じパターンなんだけど、最後信者のワンポイントアドバイスが若干違うんだよね。何がいい解決方法はないかな。では、野原慎之介のワンポイントアドバイス。だんだん俺も食べてみんな見たくなってきたぞ。そりゃそうだよ。一回も食べたことないもん。ダメだ。幼稚園児には辛すぎる。命に関わるかもしれん。銀河の忍術の奥義は辛さの先にある。宇宙との一体感である。人の命はとにかく大事。おお。おお。それは確かにね。それはいいこと言うね。掲示板なんか出せんのかな。新之助殿。なになに、山桃かな。うららこれにするぞ。軸トマト4。おお、大人参に山桃子。よし、またボーナスもらえる。いただきまんもす。まあこれ以上お金もらってもな。もう恐竜カードをあれ最強のやつ手に入れたんで。一郎兄さん、おはよう。あ、違う。一郎さん、ララゴちゃん、え、ララゴちゃんどうした。パラレルワールドがどうのこうのって悩んでたけど、あれは何だったんでしょう。最近の中学生の悩みは首都圏の鉄道ダイヤ並みに複雑ですね。まあここのダイヤは簡単すぎるからな。僕はパラレルワールドにおける列車の定時運行に興味がありますね。おう、なるほどね。最後は出前頼まれそうだけど、もういいかな。イエーイ。阿蘇の山頂行こうぜ。金はないけど、ちょっと贅沢してみた。150円使って、ロープウェイ乗って。よし、着いたな。なんか、あれ光ってる？違う？違うよな。いつもの蜂みたいなやつだよね。花部かよ。もう阿蘇の山頂も特に新しいやつも出てこなさそうだけどな。でもうここも何もないでしょ。結局山を下ることになるけど、もう大したことなかったな。一回目の時はめっちゃ興奮してるけど、何度も何度も来てたらもう、あっという間にもうな、本当に何もなかった。別に山菜があるってわけでもないし、虫もね、一匹二匹ぐらいしかなかったんで。なんか動いてる？虫か。やっぱり虫か。あとどこにいるって言うんだよ。出てこいよ。むしろ魚の方がね、意外に新種出たりするんだよな。そういえば最近ここ全然来てないな。滝のところ。思い出したぞ。おい。おい。ここにもね、釣りとかできるから、もしかすると、最後の一匹はここ？
いや、いつぶりだろう、これは。確か2週目の時に、サブロ兄ちゃんが連れてってくれて、それっきり？もしかして。なんもなかったな。こんなに広いのに、いっぱいいそうな気がするんだよね。普通に考えたら。全然。魚1匹だけ、あとトンボ2匹。大したことないやつ。多分ね、これからちょっと木の上に止まってないか、注意した方がいいかもしれないよ。うん、残りの虫はどうやら、セミだったり、木の上にいそうな虫だと思うんだよな。もうこの辺もね、広いけど、なんかありそうだけどなんもないよ。絶対。何がイエーイだよ。で、普通にここに戻ってきたね。もともと歯医者の看板があったところ。これなんか違う？この木に止まってるけどね。上に登っていっちゃった。難しいな、これ。もう一歩進んだらまたステージ切り替わりそうで。おい、もうこれ以上届かないのかな？降りるのを待つしかない？俺全然下手だな。っていうか俺下手くそ？下手だから捕まらない？でもこれは無理だよね。上にいるから。あれでも、新種、まあ、新種だったら絶対光ってるから違うっぽいけど。まあ、いっか。まあ、食堂前に戻ってきたけど。なんかないかな、食堂前、食堂に。おすすめ。本日のおすすめって何？朝顔の棚がある。じゃあ一回家に入ろうかな。ミサイに話しかけて。あ、もう夕方だ。売れてるよ。お、何？あ、あれか。しんのすけがアイデアを出した黒糖あんかけてコポンラーメンがヒット中。すごいじゃん。やったね、しんのすけ。おお、いい情報聞けた。アイデアの勝利だったわね。本当だね。じゃあヨーコに、お、サブロ、サブロ兄ちゃん。え、生きた化石と言われるシーラカンスを釣ったって、もうだいぶ昔だよ。確か1周目の時に釣ったよ。なるほど、なるほど。恐竜が出てきたぐらいだから、シーラカンスが出てきても、全然不思議じゃないのかも。写真はうまく撮れたかい？写真じゃなくて、オラのカメラは絵が出るぞ。同じこと言うけど。はい、バッチリ売れてるよ。黒糖あんかけってデコポンラーメン。もう噛んじゃいそう。大ヒットの予感。あれ、予感？もうすでに売れてるんじゃないの？ま、あ、そうか、ボーナスもらう。ありがとうございます。300円ね。あれ、また話しかけちゃった。ごめんごめん。新聞社に行こうぜ。今日まだよしこ姉ちゃんと会ったことないな。キャップともね。お邪魔しまーす。またやってる。とりあえずキャップさんに報告しとこうと。なんか日記ある？あ、なんかもらったね。優しいな、畑さん。なんでタコかは謎なんだ。タコ、あ、タコストーリー。これだね。あ、売れてる売れてる。ヒット中。早口言葉みたいだよ。ん？黒糖あんかけデコポンラーメンがヒット中。早口言葉みたいだよ。これはいい記事書けそう、なりそうだな。なあ、よしこくん、この記事はどう思う？見られてるよ。2名の記事ですか？なかなかいいと思います。あ、なるほどね。話しかけてんだ。もうずっと向こうにいることは分かってんだね、キャップさんは。それはよかった。ありがとう。あと、さっきはコーヒーをありがとう。おい。イチャイチャしてんじゃねえよ、こっそり二人で。ちょうどいい温度でなかなか美味しかった。こちらこそ喜んでもらえて、やりがいがあります。嬉しいです。なんだ、もう本当に。ラブラブなんじゃないか。マジで、もうマジで。本気で言ってんの、これ。この。この。何？
この何今日はどんな記事ができた。もう見て見てうるせえよイチャイチャして。これは歴史に残る大すごいぞしんのすけくん。あ、でも準優勝もさ一応星3だね。うん、決勝じゃなかったけど、ああ決勝じゃない、優勝じゃなかったけど星3だね、よかった。285人、もうこれ以上契約数が増えても別にね、もう目標は達成してるからいいけどね。よし頑張りたまえと。じゃあよしこ姉さんね、もういいかな。絶対またあれ言うでしょう。ニヤニヤして。このシチュエーションはドラマならこんなナレーションが流れるシーンだわ。ついにキャップからデートの約束をもらったヨシコ、おいふざけんなよ。こっちとのデートの約束はどうしてんだよ。なんと日の山食堂で一緒にご飯を食べることになったのだ。これがデート？自宅じゃねえか。もう完全に自宅に呼んでるよ。やったー、ヨシコの思いはキャップに届いた。それでもなぜかまだこうしてロッカーの陰に身を潜めてキャップの姿を目で受けなげなヨシコ。そして彼女はふっとあることを思い出した。もし新聞社を大きくすることができたら、お、しんのすけと人生初のデートをするという約束があったのだ。ヨシコはしんのすけとの約束を守ろうと考えました。おお、えらい。ヨシコ姉さん、ドヒエ、あれドヒエじゃなかった今度。約束通りあなたとデートしてあげる。マジで今？うふーい、よしこ姉さんとマジでデート。私の人生初デートだから、しっかりエスコートしてね。ドキドキする、緊張する。テニスコート？テニスコート、そこボケんなよ。エスコートよ、紳士的にね。わかったわかった、任せて。こう見えて立派な子孫児ですから。かわいい。じゃあ最初は駅前の遺跡のところに集合。お、早速今デート行くの？恐竜に触れないように気をつけてきてね。マジで、うわデートだ。あ、でももう一日もうすぐ終わるよ。ちょっと体力もやばいからとりあえず回復しとこう。これデート終わるまで大丈夫かな。駅前か、ちょっと行ってみよう。やばい、シロちゃん来たった。え、どうやらシロが迎えに来てくれたよ。デートどうすんだよ。もしかして失敗？ちょっとちょっとやめて。ラーメンか、今日のラーメンなんかいつもと違う？気のせい？いただきます。しんちゃんすごい、黒糖あんかけデコボラーメン大ヒット。これでこの店は売り上げ倍増間違いなし。面白いのが隣の町の食堂がすぐにうちのメニューの真似して、いやいや逆だけどね。黒糖あんかけスイカラーメンを完全に逆になってるな。出してみたらしいけどあっちは全然ダメだったって。では信者のアイデアに敬意を表して商品の直備を陳定と、うん、直備、あ、新店長として信者の写真を額に入れて店に飾ってあげるね。お、店長になった、おめでとう、ついに本当の店長だ。あれ、ほら最初からずっと店長だったぞ。ヒット商品を生み出せて本当によかったね。よかったね、しんのすけ。よっしゃ、チョコビを手に入れた。これはいらないけどな。あ、店長になったしんのすけ、終了。夏の思い出だね。え、よしこ姉ちゃんとのデートどうなる？次の日でも行ける？ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。お風呂だね。気持ちよさそう。夜では外に出ちゃダメよ。出たい時はママも行くから。はいはい、声かけたぞ。ちょっと待って、日記。
あ、まずはこれね。よしことキャップはすでにラブラブだったんだ。ん？あれ？なんだかおかしいな。おかしいよ。あ、新メニュー。ついに見つけて、しんのすけが店長に。ああ。店長にの方がいいんじゃね？あれ？よしこ姉ちゃんとのデートっていうのはないんだよ。じゃあ発生し、まだ始まってないからってことかな。夜の縁側にいると子供の頃のことを思い出すな。私もお母さんになったら、うちのお母さんや畑さんみたいに、毎晩本を読んであげようかな。優しいね。その時はオラも聞きに来るよ。ほい。オラはアクション仮面の話を読んでほしいぞ。おい、無視かよ。じゃあ、でも夜はさ、駅前行けないよな。え、よしこ姉ちゃんどうなってる？あ、夜はさ、ダンシングジローにいるんだよ、よしこ姉ちゃんが。鉄道の仕事をしていると、家にいる時も、線路の状態とか明日のダイヤのことを気になったりするものなんだ。でも、こうして子供たちと一緒に縁側にいる時だけは、仕事を忘れることができるな。うん、素晴らしい。素晴らしいね。お仕事忘れちゃって大丈夫なの？いや、どういうわけか朝になると思い出すんだ。不思議だろ。キネちゃん、こんばんは。この町にいろんな人がいるのよ。だから、キネが教えてあげるね。マサヤくんは知ってるのよね。知ってるよ。ここだけの話だけど、あの子は見た目がおにぎりに似てるから。悪の博士と仲がいいのよ。だからおにぎりの二人。博士はおにぎりが大好物なの。もう、おにぎりマサヤとおにぎり博士だよ。うちのお母さん最初は布を染める仕事、のが仕事だ。なんか聞いたな。次に、布を織る仕事もやり始めたんだけど、最近は糸を作る仕事もやりたいらしいんだ。理由は、また明日教えて、もういいって。続き全然教えてくれないじゃん。一回も。まあ、夜は別にね、冒険というよりは、人たちと話をしたり、もう、その日を終わらせようかな。遠く行けないしな。ほら、よしこ。サバロ兄ちゃん、今、出前を頼みたいんだけど、もういいって、もう自分で電話して。はいはい、優しいからしょうがない。お、じゃあ、黒糖あんかけデコボンラーメンの出前をお願いします。日中さ、店で食べたことないのかな。サブルさん、いつも食べるの早いよね。そんなことないよ。ラーメンなら1分以上かかるかな。もっとだよ。何言ってんだよ。もっとちゃん。あの子ったら、ライバルだし、しかも恋愛の相談をしてるようなんだよね。あ、それは多分キャップさんのことなんじゃない？許せなくない。許せなくない。あれ？許せなくないってどっちの意味？本当だよ。許せなくなくない。もううるさい。あれ？許せなくなくだからもう読みづらい。ということは許せないでしょ？男の人の気持ちってよくわかんないな。お姉さん、オラの気持ちならお伝えしますぞ。デート、じゃあやっぱり次の日かな。しんちゃん、ありがとう。でも、お姉さんが知りたいのは、大人の男の人の気持ちなの。おい、ショック。そんなにキャップの頃好きかな。どこが？心地よい音楽に身を委ねていると、恐竜がいることの不安も忘れられるな。音楽って本当に素晴らしいぜ。恐竜来たよ。プラギオンが。まあ、じゃあ、ちょっと夜、いるかどうかわかんないけど、釣りしたりして、探検しようぜ。また食堂に戻ってきたけど。まあ別にいいけどね。夜はここがメインなんだよな。キャップさんにももう一回ちょっと報告しようぜ。あ、ヨーコ、あ、そうか、ラーメンの出前だ。そういえばサブル君ってお酒どのぐらいいける口なんだろう。この話は前も聞いたな。はいはい、出前の話。あ、恥ずかしいからこのことは隠しておこう。
ダンシングジローサブルさんに黒糖あんかけデコボンラーメン一つ。はい。よく言えたな。うん、ひとっ走り行ってきて。俺も食べてみたいな、黒糖あんかけデコボンラーメン。ヒットするんだこれ。ボーナスもらえてよかったね。よし、頑張るぞ。なんかある？日記。あ、今の話ね。ゆうこばあちゃんは、日本酒なら3日で一生飲めるんだ。ん？ゆうこばあちゃんが、お好きなどっち？お酒？サブルさん？ひろし、しんのすけは時々博士と一緒に行動してるようだけど。父ちゃんもそのカメラ欲しいな。いや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 、そしたら父ちゃんも何度も何度も7日間繰り返すよ。最初はいまいちわからなかったけど、今なら理解できる。だって、絵が描いてくれるなんてすごい機能だし。だし？ああ、同じこと言ってる。じゃあキャプさん。困ったな。困ったって？よしこ姉ちゃんのこと？それにしてもよしこくんにも本当に困った困った。相思相愛かよ。お相撲さん。相撲さんは残った残った。今日はどんな記事ができた？見て見て。そうだな。まあまあ、まあまあの記事か。頑張ったな。なんで自分の記事星一つもつけないんだよ。まあ145人ね。40円少な。ありがとうございます。いや、ちょっと2階に行きたいけど、さすがにもう間に合わないよな。お、しんのすけ店長。お、なんか看板乗ってるよ。しんちゃん。なんかあったっけな。うらら、これにするぞ。しそうだっけ。うん、ヤマメ、トマトはまだ、あゆ、青唐辛子。すげえ。また達成したな。最高。いただきまもす。よし。まあ、また行ったら、あれなんで。うん、うん、うん。しんのすけ店長、これは、面白い。写真撮っとこう。もうそろそろ眠くなんじゃないかな。あと一歩とか？あ、やべ。進んじゃった。ジャンプ。ここでは誰も迎えに来ないのが、さすがにね。庭の中にいるからどんだけ時間進行しても来ないと思うんで。ほら、もうこれはもうね。なるほどね。特定の場所では迎えに来ないんだ。え、一歩進んだら、え、来ないんだね。え、そうなの？あれ？もしかして俺時間無駄にしちゃった？ああ、夜はいけないんだね。そうそうそう。え、全然眠くならないし、なんか、迎えにも来ない。え、これバグってる？バグってる？あ、来た。ガキンチョは帰る時間だぜ。なんでここなんだよ。今日もララゴ姉ちゃん。意外に可愛い寝顔してるな。でしょ？おやすみなさい。よし、夏休み3週目の4日目、1日終わりましたね。今日は長かったな。長かったです。まず恐竜バトル大会。いやー、悔しい思いしましたね。決勝戦で敗れたとは。うん。まあ、2週目の時は優勝したんで、今回は準優勝でもいいかな。って自分に言い聞かせる。うん、まあ、本当はね、別に優勝するまで何度も何度も挑戦したらいいんだけど、ちょっと僕時間的にあれなんで、うん、準優勝も、よしとしよう。うん。で、そうだな、よしこ姉ちゃんとやっとデートできるようになったんだけど、ちょっと夕方になって無理やりに家に、シロちゃんがね、迎えに来たんで、うん、帰っちゃったんだけど、次の日、できるかな？ちょっともう一回新聞社に行こうぜ。次の日ね。
よし、よしこ姉ちゃんとのデート楽しみです。ということで、また次回よろしくお願いします。